どうも、はじめまして。今回からパワプロ2021のペナントモードに新球団を参入させて遊んでいきます。よろしくお願いします。厳正なる審査の結果、今回は日本ハムの枠に新球団、山手フェニックスを参入させます。ファイターズファンの皆さん、ごめんね。さて、まずはペナントの設定をしていきます。変更点はこんな感じ。海外留学は選手が現実離れした成長をしてあまり好みじゃないので今回はなしにしました。次にチームのスタッフ契約を変更していきます。まずはコーチ陣から。コーチ陣はこんな感じ。優秀な特能を教えられる人を選びました。お次はスカウト陣。国内スカウトは得意分野が高校生の調査力が高い人にします。序盤は一人でも多く選手を獲得したいので、多少の調査力不足には目をつぶりましょう。海外スカウトはとりあえず BB の内野手の人で。最後に監督ですが、ここはどうでもいいのでその辺にいた一般人にお願いしました。年収3000万と伝えたら喜んで引き受けてくれました。さて、それじゃあペナントを始めていきましょう。あ、オリンピックの延期ってパワプロ内でも反映されてるんですね。さて、ペナントレースを進めていく前に初期メンバーを紹介します。まずは投手陣から。投手陣はスタミナだけ高い選手を10人用意しました。最初はどうしても選手の数が不足するので、他の選手が故障しないよう彼らには頑張って投げてもらいます。要するに捨て駒ですね。続いて野手陣。こちらに関しては特に言うことはないですね。いかに早くこの初期メンバーを入れ替えていけるかが大事になってきそうです。少なくともセンターラインは早めに固めておきたいですね。さて、それじゃあシーズンを始めていきましょう。当然こんなメンバーで勝てるわけもないので今シーズンは日程スキップで全カットしちゃいます。まあ、どんなに弱いチームでも3割は勝つって言われてますし、そのくらいは勝ってくれるでしょう。ゼロ勝でした。知ってた。3割勝てるとは一体何だったのか。そもそもチームとしての体裁すらなしてないからどうしようもない。投手成績はこんな感じ。見事なまでの真っ赤っか。1400点近く失点してるのやばいですね。続いて野手成績。こっちもなかなかひどい。機動力も長打力もないせいで得点数が完全に終わってますね。それじゃあ年間表彰式に行きましょう。まあ、うちのチームには関係ないですけどね。続いては契約公開。今年1勝もしてないんですけど、収益は大丈夫なんですかね。監督、コーチ、スカウトの変更はなし。やあ、1年間お疲れ様。君たちは本当によく頑張ってくれました。言ってることとやってることが噛み合ってないんですが。勝てない中で選手を獲得していかないといけないので、
悪いけど彼らに資金を回す余裕はありません。このブラック球団。綺麗事だけじゃ球団運営は成り立たないんですよ。年俸の設定が終わりました。来年もまたよろしくね。最悪すぎる。さて、いよいよドラフトのお時間ですね。チーム作りをする上でドラフト会議は非常に重要です。他の方法と比べて、ドラフトで獲得する選手のチーム編成に占める割合は非常に大きいですからね。無論、外国人補強や FA 補強が必要ないわけではありません。さて、それじゃあ行きましょうか。うお、いきなりすごいのがいますね。160キロ超えのストレートに切れ味鋭い高速スライダー。現実なら間違いなく目玉選手ですね。コンスタ CC に3球種、なかなか完成度が高いですね。お、これはすごい。1年目から即戦力でいけそうですね。お、このピッチャーいいね。チームの守護神になりうる逸材ですね。今年はピッチャーが豊作だなー。能力はいいけど年齢がちょっと。優勝争いはまだまだ先になることを考えると、できるだけ若い選手を優先して獲得したいですね。お。硬い確定で打力も高そう。これは1位候補ですね。キャッチャーは特に早い段階で固めておきたいです。これはさすがに1位確定かな。 CDBBC くらいはありそうだし、さすがにこのレベルを取りに行かない選択肢はないですね。お、このキャッチャーもなかなか良さそう。守備力が安定してて弾道が3あるのが偉い。お、このキャッチャーも悪くないですね。最悪でも誰か一人は2位で取れそうかな。なるほど。一位指名は大卒外野手の一ノ瀬。単独でいいんですか？これはラッキーですね。しかも今どこもキャッチャー指名してなかったよね。ということで当然2位指名は大卒キャッチャーの角田。欲しかった選手を両取りできました。3位指名は高卒ピッチャーの原田。絶対的守護神に成長してほしいですね。4位指名は高卒キャッチャーの藤代。5位指名は高卒ピッチャーの白田。6位指名は大卒ピッチャーの五島。
7位指名は高卒ピッチャーの野坂。8位指名は大卒ピッチャーの江藤。9位指名は社会人ショートの大口。守備力が高そうなので守備要員として期待したいです。指名はこれで終了。いい選手がたくさん取れました。ドラフトで獲得した選手の確認をしていきます。まずはドラフト9位の大口。球界トップクラスの鉄砲型を持つ内野手。選球眼には定評がある。守備力は結構良さそうなので、あとは打力がどれだけ伸びるかですね。最低でも守備要員としては使えそう。ドラフト8位大学生ピッチャーの江藤。高速スライダーが売りの新人左腕。ピンチの場面に強い。特能は対ピンチ B に対左 B と優秀ですね。コントロールと変化球を磨けばかなりいい投手になりそう。緩急をつけられる球種を一つ覚えさせたいですね。ドラフト7位高校生ピッチャーの野坂。フォークが売りの右腕。近畿のドクター系。対ピンチ C に対左 C。高校生だし、将来が楽しみですね。ドラフト6位、大学生ピッチャーの五島。高速スライダーが売りの左腕。失点しても大崩れしない。一発持ちか。ただ全体的には悪くないね。ドラフト5位、高校生ピッチャーの白田。スライダーが売りの右腕。期待の逸材。クイック C 回復 C 急速安定化。特能が優秀な選手が多いですね。期待の逸材だし、じっくり育てていきたいところ。ドラフト4位高校生キャッチャーの藤代。球界トップクラスの鉄砲型を持つキャッチャー。期待の逸材。キャッチャー E に送球 C。 高卒だしキャッチャー E は仕方ないですね。ドラフト3位、高校生ピッチャーの原田。スライダーが売りの右腕。北の精密機械。対ピンチいいか。まあ、F に下がらなければ問題ないかな。ドラフト2位、大学生キャッチャーの角田。球界トップクラスの鉄砲型を持つキャッチャー。流し打ちには定評がある。キャッチャーいいか。ただ打力に関しては結構期待できそうですね。まずはキャッチャーを上げるところからかな。ドラフト1位大学生外野手の一ノ瀬。球界を代表する快速の外野手。関東のスラッガー。特能は特になしか。こういうタイプは捕球だけ低いってパターンも多いんですが、一ノ瀬は全ての能力が高水準ですね。怪物の名に恥じない活躍を期待します。ドラフト入団した選手の背番号を変更しました。変更後の背番号はこんな感じ。やっぱりデフォルトで割り振られた番号より自分で設定した方が思い入れが出ますよね。一ノ瀬は名前的にも一番がよく似合ってると思います。続いては帰国選手交渉。その名の通り海外リーグから帰ってきた選手と交渉ができます。今年は秋山か。やっぱり能力値はさすがですね。まあ、うちはいらないかな。今獲得してもどうせ勝てませんからね。続いてはポスティング交渉。まあ、これも今のうちには関係ないですね。このゲームにはなぜか海外 FA が実装されてないので、海外リーグに挑戦する選手はみんなポスティング制度を利用します。今年の利用者は丸、松田、涌井の3人。ベテランばっかりですね。続いて FA 交渉。まあ、うちにはあんまり関係ないですね。Cランクでいい選手がいたら獲得してもいいかな。
王の、防御率 1.44 はえぐい。むしろなぜこの防御率で6敗もしているのか。ちょ。古巣に帰ってきて1年で FA って。一体球団との間に何が？お、山田だ。ミート D の三振持ちでも3割近く打てるんですね。マスダ、特能がめっちゃ優秀ですね。マイナス特能が一つもないのか。抑えで防御率4点台はちょっと。能力的にはもっといけそうですが。なるほど。まあ、今獲得に行くべき選手はいないですね。さて、移籍先チェックのお時間。各選手の移籍先はこんな感じ。田中は宣言残留だったのかな？各選手の保証。金銭が多いですね。自由契約選手採用の前に外国人選手の発掘依頼を出しておきます。今回はパワーのある若手のセカンドで依頼。キャッチャー、ショート、センターは獲得できたけどセカンドの選手がまだですからね。即戦力を取ってもしょうがないので、若い選手を獲得して育成することを目指します。それじゃあ自由契約選手採用に行きましょう。いい特能を持ってるベテランとまだまだ伸びそうな選手を狙って獲得していきます。ベテラン選手は特能指導が目的です。一人でも多く獲得したいところですが、資金にもあまり余裕はないので高くても合計1億円以内には抑えたいですね。バレンティン、さすがにもう厳しいかな。お、岸田。まだまだいけそうだけど。麻酔もクビなのか。パワプロの AI は成績を残しても年齢だけでクビにしたりするのでよくわからんですね。お、谷本かなりいいね。特能がたくさんあって年俸も割と安め。あ、ノーコメントで。塩見、防御率いいのにクビなのか。この成績で5億円要求はさすがにきついですね。デラロサ、使われなかったのか。あ、野村だ。まだまだやれそうだけど。
ほげー。ちょ、なんでクビになってるんですか。一年間不審だったとはいえさすがに小川を切るほど余裕はないでしょ。これはかなり論争が巻き起こってそう。今村良さそうだね。これで4億はちょっと。この成績でクビなのか。メルセデス、この成績なら1億2000万くらいの価値はありそうだけど。負けすぎ。ただ、年齢と能力的には良さそうだね。竹熊、谷本、中井、コルニエル、今村、川端、坂本の7人を獲得しました。結構たくさん取りましたね。本当は小川も欲しかったんですが、年俸の関係上今回は諦めました。まあ、仕方ないですね。春季キャンプ前に外国人選手の確認をします。どんな選手がいるかな？お、この選手は結構良さそう。こっちもいいね。お、めちゃくちゃ若い。ファーストを守れるのもグッド。なるほど。この中ならグリンと、ゴダード、エンライトの3人の誰かかな。エンライト、君に決めた。年齢の若さとサブポジでファーストを守れることが決めて。早速能力の確認に行きましょう。お、特能めっちゃついてますね。マイナス特能も三振だけだし、これは十分期待できそうです。あとは実際の打撃能力がどんなもんかですね。ミート D、パワー C くらいあればとりあえずは十分かな。キャンプ前にもう一回調査依頼を出しておきます。外野が足りてないので足の速い外野手で依頼。キャリアはもちろん若手です。続いては春季キャンプ。早速練習の設定をしていきましょう。ここでしかできない練習もあるので結構重要です。練習の設定が完了しました。投手は変化球を覚えられる選手は新球種習得、それ以外の選手は基礎能力練習や特殊能力練習をやってもらいます。
続いて野手陣。角田はキャッチャーアップ。キャッチャーリードは大事なのでとりあえず D まで上げてもらいます。藤代はサードサブポジ練習。オプションは増やしておいて損はないですね。中井はメインポジション適正アップ。エンライト、川端はファーストサブポジ練習。特にエンライトは今後ファーストにコンバートする可能性が高いのでしっかり練習してもらいます。大口はセカンドサブポジ練習。守備のユーティリティを目指してもらいます。一の日はアベレージヒッター。将来的に2番か3番を打たせたいですね。春季キャンプが終了。変化球、全然覚えなかったですね。オープン戦、やっていきましょう。まだまだ選手不足だけど、どの程度戦えるかな。1試合目は大敗。さて本日のヒーローは。2試合目に向けた大事なオープン戦となります。2試合目も大敗。3試合目、調整が気になるオープン戦となりました。やっぱりまだまだ厳しいかな。そう甘くはいかないですね。といったあたりで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。